改札口。一番ホーム側、二番ホーム側にそれぞれ改札口がある駅前広場完成後の南口画像作法に見える駅ビルのような建物は昇降旨である。エレベーターと階段のみで内部に駅としての機能はない。右方に見える旧南口も利用できるが利用者は少ない。上野原駅円形。右側でバスが停車している場所が北口駅前広場で古戦橋の下に ホームと駅舎。左側の階段が南口駅前広場整備前の南口上野原駅は山梨県上野原市新田にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。山梨県内の鉄道駅としては最東端となる。駅番号は JC27 島式ホーム一面二線を持つ地上駅である。2番線の南側に上下線に対応している対比線があるものの、 現在は使用停止となっている。斜面の途中に駅があることから、得意な構造をしており、ホームの幅が大変広く、駅舎がホーム上中央に設けられている。ホームから改札口を通って駅舎に入ると階段が上に伸びている。そこからこの駅の南北に橋が伸びており、それぞれ南口、北口となっている。駅舎は1955年4月に共用を開始したものである。 当駅は大きく見て3段になっている。北口は旧バス、タクシー乗り場で、南口は階段、商工施設を下ったホームより低い位置にある。南口は民家の立ち並ぶ中にある。つまり、北口が最も高く、間にホームと駅舎があり、最も低いのが南口である。以前は直営駅であり、管理駅として、四方通駅を管理していたが、 2018年4月より JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託する大月駅管理の業務委託駅となった。駅舎内には自動券売機、自動改札機が設置されているほか売店がある。2018年度の1日平均乗車人員は4996人である。山梨県内の駅では甲府駅、大月駅に次いで第3位である。近年の推移は 下記の通り、路線バスは南口駅前広場から発着し、すべて富士急バスによって運行されている。2018年4月1日までは、バスは北口からすべて発車していた。北口は大変狭く、幅15メートルもない道路の行き止まりで、1台のバスの反転に3回の切り返しを要していた。通勤時間帯には、路線バスや企業送迎バス、 直行通学バスなども発着し、1時間に20回以上の切り返しが行われていた。東日本旅客鉄道中央本線通勤特会、中央特会、通勤快速、快速、普通富士の駅上野原駅四方津駅駐車区、編集出展、編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員山梨県統計年間、ありがとうございます。